こんにちは。吉野明さんがテレビ東京の単独インタビューに応じました。ノーベル賞受賞だと初めて。この瞬間一番何を思ってらっしゃいます？やっぱりね、各社の、ね、長官で一面トップで取り上げていただいたりね、やっぱりそれだけ大きい賞なんでしょうね。小型軽量でなおかつ世の中に出しても問題のないような製品、これがリチウムイオン電池ですよと、大げさな言い方しますとね、100年に1回ぐらいの、それぐらいの発明ですよということかなと思いますけどね。これからはリチウムイオン電池は環境問題に対して相当大きな答えを出してくれる可能性を秘めてますと、誰かがまたね、あ、これがこうね、地球環境問題解決の切り札だという技術必ず出してくると思いますよ。